広島の酒がずらりと並んだ広島夢プラザです。サミットの開催を前に県内32の蔵元が統一の記念ラベルを貼った日本酒が登場しました。ラベルには広島サミットのロゴマークと折り鶴があしらわれ、広島の酒で乾杯というメッセージが書かれています。夢プラザには東広島市や竹原市などに蔵を構える酒造メーカーの酒が入荷しました。今日から9蔵揃って販売しますけれども、順次蔵元さんから出荷を受けてですね、商品の品揃え強化してまいりたいというふうに思っています。広島のお酒っていうのはね、世界に誇るやっぱりお酒でございますから、ぜひ海外の人も含めてですね、G7 サミットをきっかけにですね、楽しんでいただきたいというふうに思っております。広島夢プラザは19日から G7 広島サミットの特設コーナーを設けて地元の産品を PR することにしています。